無駄なことをいっぱい喋ってごめんなさい。竹下ジェットシティ第2部でございます。この録画を見た方、竹下ジェットシティ第1部はこの前のアーカイブにありますから、そちらから見ないと話がさっぱりわかりません。そうですよ、はい、もう一回この録画を止めて1番から見てください。はい、で1番から見てる方こんばんは、第2部です。はい、ということで、目指せ歌丸というコーナーで、今日のテーマは嫌いなお店川柳ということで、行ったところで嫌なお店、あとこんなお店嫌だなっていう感じのテーマで川柳五七五の方を作って、視聴者の方からいただいております。はい、はい、さあそして今ご紹介しましているのはジュゴンさんの作品、うん、5つあるうちの今度は2つ目、はい、行ってみましょうか。はい、そう、それではこれ 1,2,3,4,5、 あ、これで5か。飲食店編で2つあるってことですね。なるほど、うん、さあそれでは行きましょう。飲食店編で1つ目こちら。20分待って出てくる牛丼屋。長いですね。珍しい、珍しい、うん、違うんだ ね、 うんね。店内もそうですけど、ドライブスルーも早いですよね。あ、牛丼のドライブスルーってあるんですか？ありますよ。あ、そうなんだ。あります。へ、僕かなり愛用します。ドライブスルー、あ、そうなんだ。ドライブスルーは OK なんです僕。あ、そうですよね、ドライブスルー OK ですよ ね、 だからね。ああいう牛丼屋さんとかのドライブスルーは OK ですけど、マックは無理ですね。なんで？なんでなんでなんで？マックは、マックはね、マックは一回チャレンジしたんですけど、うん、ドライブ一回チャレンジしました。一回チャレンジして本当にドライブスルー僕スルーしましたから本当に。何が嫌なの？なんかこう店員さんのこうなんて言うんでしょうね。いらっしゃいませが嫌なんだっけ。なんでしょう、無駄なスマイル、スマイル0円嫌いって前言ってませんでした。そうそうそう、なんかね、いらないそれとか、スマイルないの嫌だ。なくはないまでは言わなくて、なんかこうちょっとでいいよって感じ。そんなにもう全面に押し出されても僕君に何も仕上げられないからねって感じだ。決してほしくないと思う。まあそうなんだけど、うんうんうん、そうそう、結構それ苦手ですここ。面白い苦手がいっぱいあるのかな。味噌とかも無理、うん、味噌とかは本当に無理です。マトさんって面白いね。面白いね。結構ダメ、一人で行くの無理なやつ結構ありますよ。だって本当に僕は立ち食いそばで、すっごい立ち食いそばに行きたくて、立ち食いそばをどうしても食べたいけども、どうしても一人で行けなくて、で俺がよく行くお弁当屋さんの長その通路と同じところに、要するに同じ店がやってる、もうすぐ隣が立ち食いそば屋なんですよ。で結構タクシーのうんちゃんとかいろんな人が来るんですよね。なんか毎度とか言って来るんですよ。でまたうまそうなんですよ。あでも食いてえな、でもここは多分常連さんしかこう来ちゃいけないんで、俺みたいなやつは来ちゃいけないんだとかって思いながら、立ち食いそば屋ね。うん、そうそうそう。俺本当にもうないよね。もう本当にその立ち食いそば食いたい食いたいと思って、もう2年ぐらいずっとそこでもう持ってて、2年ぐらい、そう、満を持して俺行ったもん。行ったもん。うん、行ったんだ。行った。大丈夫だった？去年初めて行った。またどうだった？そう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 、行ってよかった？いや、よかったですよ。もう行ける？じゃあ一人で。もう行けます、もう行けます。あ、うん、でも誰かがいると行けなかったりしますね、久しぶりに。あ、そうなんだ。なんかやっぱり向こうの方がちょ多分こなれてるなって感じ。なるほどね、面白い。そういうのありますよね。いやー、うん、じゃあ気使うんだねきっと。あ、マクドって言って、ジュゴンさんのエリアマクドって、こっちマックなんだけど、心のところはマクド？マック？いやー、二手に分かれるかな。両方使う人がいるの？マクドとマック両方使うんですか？
へえ、こっちでマクドっていう人いないよ。あ、本当に？うん。あ、マクドっていう人がいないってことでしょ？うん、うん。関西圏はマクド、ね。関西圏はマクドですよね。マクドですよね。マクドって言ってる。うんうんうん。マクド？うん。マクド。うん。マクド。マクドですよね。そう、マクドって言ってるよね。マクド。関東圏マックですよね。マクドに決まっとる。兵庫県。ああ。決まっとる。マックよね、マックだよな。マックマック。マック、うん、北海道はマックですか。北海道マックですね。え、ファーストキッチンパック。ごめんなさい、北海道ね、マクドナルドですね。ね、すごいな。マクドナルド。うん、すごいな。中国地方はマックです。あ、なるほどね。うんうんうん。こう生まれるんですよね。ね。ファースト実験はファッキンなんですか、本当ですか。すごいな、それちょっと危ないね。言ったことないわ。なるほどね。あんまり見ないもんね、最近、うん、あのさ、コンビニのさ、AMPM ってあるじゃないですか。うんうん。あれなんて言うんですか。 AMPM、 何も言わない MPM だと思う。なんかね、略して言ってたやつがいたんですよ。なんて、確かアンプ、AP って言ってたのかな。 AP、 うん、PAP、AP、言うんでしょ、やっぱり AP って。あ、AP だって。AP なんでしょ。あれ、本当にね、AP ってね、AMPM 知らない人には、AP って何っていう話になりますよ。あー、なるほどね。うん、そのくせ、あれですかね、北海道人は、アンパンだ。え？AMPM、アンパン。そう、どうかと思いますよね。時間？北海道人はあれですかね、セイコーマートが全国区じゃないって知ってても、セイコーマート、セイコーマートって、普通に他の地域の人に言いますからね。あれ行かないと分かんないですよね。そう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 、うん、行くとなんかそればっかりいっぱいあって、北海道セイコーマート多いですか。そうですね、うん、うん、あと函館の方に行くと焼き鳥弁当が多いし、長谷川ストアっていうのがあるんです。知らない。有名なんですけど、超ローカルだ。でも、ね、超有名です。ガイドブックとか載ってるから。超ローカルだ、うん、で長谷川ストア、略して長谷ストって言うんですよね。全然知らないし。長谷川さんやってるんでしょ。長谷ストです、長谷スト、うん、長谷川スト、はい、知らないよね。知らないよね。そうそうそう、覚えといて。そう、ということで、次なんだっけ、あ、飲食店編の2つ目、はい、はい、うん、それではいきます。ジモンさんの飲食店編2つ目、こちら。シャリが綺麗、殺意が回転する寿司屋。もっかい言って、よく分かんなかった。シャリ切れて、うん、ご飯切れて、殺意が回転する寿司屋。殺意、殺意ですね。シャリがないっていうことはもう食べられないわけじゃないですか、うん、あー、そっかそっか、うん、そういうことですよ。すごいな、うん、シャリ切れたらもう寿司屋じゃないですからね、もうね。そりゃそうだよね。もうそこでもう終わりですよね。うんうん。回転刺身屋になるかしら。回転刺身屋。回転刺身屋になりますからね、ほんとね。あと、わけわかんないメロンとかプリンとかばっかり流れてますね。ああ、確かに。デザート屋みたいな。そうそうそう。あ、レーンが空っぽなのね。それ嫌だよね。あ、それ嫌だな、うん。回転寿司とか行ったりしますよ、よく。行きますよ、うん、回転寿司とか行ったら、お寿司以外のやつとかって結構食べます。あ、お寿司あんまり食べないな。プリンとか、うん、食べないな。豚汁とか食べない。そう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 、うん、そういうの食べない。そうそうそう、カニの味噌汁とか、はいはいはい、うん、そうそうそう、そういう感じね。うん、うん、だってプリンあそこじゃないとこの方が美味しいもん。ああ、なるほど、ね。そんな感じ。うんうんうん、なるほどね。わかりました。別のとこで。じゃあ次、ね、ジュゴンさんの流されたスーパー編。そうそう。スーパー編いきます。はい。うん、それじゃあスーパー編。こちら。ね、何よ。あ、いやいや、いいですか。ディレクターのイベリコみたいな。ああ、なるほどね。ね、炙ってでしょ。はい。それじゃあいきましょう。スーパー編こちら。4割引き、なぜか定価が6割増。ダメだよ、ダメだよ。
しいそれ。ダメだね。もうダメだ。よくあるよねこれね。うんうんうん。定価変わってるやつあるよね。あるあるある。あインチキよね。でも騙される人いるんだよね。うんうんうん。なんかそんな感じになっちゃうんだね、うん、気持ち。さあそれでは続きまして、次はですねスナックだかラウンジだかとにかく女の子のいる店、はいね、うんうん、女の子のいる店、それではこちらカラオケにデュエット入れて忘れられ、ああ、わかります。これジュゴンさん、これ間違ってなければこれあれですよね、女の子が例えば一緒に歌ってよとかなんとか言ってじゃあ仕方ねえなとか言って、じゃあこれなら歌えるからって言って頼んでいたりくせに全然かからねえし一向に流れもしねえってやってで女の子は全然忘れてなんか普通に盛り上がってみたいな感じですよ。で心がビリってるって言って超ビリってそんな感じですよねこれ多分ね、うん、そうよねこれ、うん、それだよね、あるある本当になるほどね。あれ本当ね、あの女の子ってこう店の女の子ってこうすっごい人懐っこい子で絶対一緒に歌いたいとかって言って歌ってとかって、うん、仕方ねえなもうと、じゃあ何歌えるんだよとかこれとか、うわもうそれ分かんないしこれとか、じゃあもういいよそれでとか言って、やったもうねすっごい楽しみにしてるとかって言ってずーっと変わんない時あるんですよね。あん時本当になんかもうなんか寂しい感じしますよね。虚しいね。そう、幻みたいだね。ね。で下手したら他の男とデュエット歌ってる場合あるからね。なるほどね。それ悲しいね。悲しい。これありますね。それひどい。最後まとめとしましてですね。嫌な店、実名出したい、晒したい、以上ですが、ニトリは好きです、念のためということで、ね、ジョガンさん、ありがとうございました。これ、じゃあ何にしようかな、これ、でも個人的に、あれですね、カラオケにデュエット入れて忘れられ、これ、いきますか、ジョガンさん、おめでとうございます。もう、すごい感じてるんですよ、もう、ひと言じゃない。そうですね、いい感じ。そうですね。まあもうだんだんこの段階で僕は明日の出勤は多分ないなっていう感じです。あ、なるほどね。ジュゴンさんおめでとうございます。おめでとうございます。さあそれでは歌丸ネームあかりちゃんからいただきました女子セカンドレフューズの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん皆さんこんばんは。こんばんは。なんとなく2つほど考えてみましたということで。なるほどね。はい。それではいきましょう。まずは一つ目こちら、宣伝でうまい店ほどうまくない。なるほどね。これはありますよね。期待していっちゃうとそうでもない、でも絶対的になんかもうここはうまいっていうところありますけど、でもわりかしなんかうまいうまいって言われてるとこ行ってみて大したことない場合ありますよね。あります。僕もあるある。なんか人に紹介される店で、後輩の紹介は絶対信用ならないっていうのは最近よく絶対うまいですからここはって言われて、すっげえうまいから、すっげえうまいから行ってみてくださいって言ったら、ここの店か本当にって思うぐらいうまくないときは。ここが？そう、俺が店間違ったのかっていうぐらいうまくないときは。どういう味覚してんだって感じだよね。行列なのに美味しくない店もあって。それやだよね。それやだな。行列なのに美味しくない店ってやだよね。いやあるね。うん。うんうん。テレビに出てた系はありますよね、うんうんうん、地元とかのよくそのお店とか紹介するときにこの店紹介するのっていう店で紹介されることあるでしょ。ああ、そうかそうかそうか。ここ全然うまくないのになんでここみたいな、ここじゃないでしょっていうね、あるよね、そういうのあります、
さあそれでは続きましてこちらでございます。2つ目、店の前入りたいけど入れない。あ、それは僕、これはもう僕よくわかります。ほんとね、あののれんがくぐれないわけですよ。あ、鉄板ののれんかっていうぐらいくぐれないわけですよ。あ、そういうのないですか。入りたいけどのれんの店、いや、まあ、のれん、まあ、のれんに限らず、その入りたいけど入れないっていう店、一人じゃ入れないっていうのがあるな。一人一人、俺でも二人だったら強いですよ。うん、俺ほんと二人だったらもう今まで行ったことない店とか入るの全然平気。うんうんうん、二人だったら平気よね。うん、人数増えるとすっごい強くなる。そうね、わかるわかる。そう、私も一人がより人数多かったら全然平気。俺飲み屋とかでもそうだもん。そうだもん、うん、そうだもん、そうなんだもん。あのね、どこだっけな、どっかに行った時に5、6人で飲み屋に行って、あのもういい店探そうぜって言ってビルの上から片っ端から開けて中見てダメだったら閉めてってやってたの。それ結構危ないんですよ、それやるのって。で上からやってきて、どんどんどんってやってきて、で、うん、何回だったか忘れたけど扉があったんですよね。うん、で鍵がかかってなくて、あ、こう押すんだけど開くんですけどね、なんか開かないんですよ。ちゃんと開かないんですよ、ガバって。へえ、開かねえな開かねえなって表玄関だなとか入り口なんとかでガーって開けたら、思いっきり入り口じゃなくてそのボックス席のソファーの 裏にあった扉を開けちゃって、おっしゃったの。そうで、そこに客がいて、その客がすごい怖いそうな客で、みんなで逃げたの覚えてますけどね。いや怖いわ、逃げるの怖い、うん、怖い怖い。そういうのはありますけど、これじゃああかりちゃんは宣伝でうまい店ほどうまくないでいきますか。はい、はい、じゃあこれで銀のマンカップおめでとうございます。おめでとうございます。さあ、いよいよ、終盤になってきました。はい、なんとなくこの終盤になってもなおかつあの方が出てこない、そうですね、非常に可能性的になんか残ってるものに入ってる可能性が、はい、ああ、今の知ってないよね。知ったうちダメだよ。喜ばない、喜ばないですね。歌丸ネーム、ブラックフォーさんからいただきました。元気元気。男子セカンドライフユーザーの方がいただきました。マトさん、クリオネさん、ココロさん、スタッフの皆さん、こんばんフォー、はい、こんばんフォー。今日は風邪をひいていて息苦しいので5本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 とかいらないよねこれね。5本5本、私の分思い切り全力4をお願いします。近くのよく行くあ、これあれ使おう。何今の、何、今ほんってやろうかなと思ったけどこれちょっと違うふうに、近くのよく行くレッシュネスバーガーのですと、レッシュネスバーガーの、アルバイトのレジの女の子が、キッチンの男の子といつも大きな声で、くっちゃべっているんです。お客さんの対応の時以外ほぼ裏でワイワイやってるんです。レジのレジに戻ると接客モードになるんですが、必ず何かやらかしてくれます。それを川柳にしてみました。うんうんうん、あ、なるほどね、うん、さあそれでは、これどっちかをどっちかにやらせようと思ったんですけども、どっちとも入ってるんでどっちとも僕がやります。はいはい、それではブラックフォーさんの作品一つ目、こちら行ってみましょう。接客モードが全くなってない、キッチンの男の子、アルバイトのレジの女の子、それではいきます。一つ目こちら、ちょっと待て、テイクアウトと言っただフォー。なるほどね、テイクアウトって言っただろうと。
何聞いてんだと。何聞いてんだ。ああそういうことだね。なるほどね。それは怒るわ。ああそうわかります。二つ目。言っただフォーってそんな普通に。言っただフォーですね。言っただフォー。二つ目ちょっと変わります。はい。はい、それでは二つ目。だからほら、トマト抜きだと言ったでフォもう言ったでフォーですね。トマト抜きだって言っただろう。言ったでしょうよね。言ったでフォーね。そうですね。会話に入ってきてるね。すごいの。会話に入ってくるのが嫌ですよね、これね、本当にね。ちょっとだんだんひねってきてるのが嫌ですよね。ひねってきてる。すごい。ではまたということで、ありがとうございます。ではまた。これどっちでもいいけど、これちょっと待って、テイクアウトと言ったでフォーですね、これね。うんうんうん。ブラックホーさん、ちょっと待って、テイクアウトと言ったと4で銀のマグカップおめでとうございます。ブラックホーさん、トマト2だよ。さあ、それではお待たせいたしました。それでは最後の作品になります。はい。歌丸ネーム、騙された若い時のランポさんからです。楽しみだな。騙された若い時のランポさんですね。はい。男子セカンドライフユーザーのことです。ありがとうございます。マトさん、クリさん、ココロさん、こんばんは。こんばんは。今回は嫌なお店ということで作品考えてみました。はい。今日は申し訳ないのですが、うん、男性に分かってもらえればいいと思った下ネタ系の作品なんで女性の方ごめんなさい。ここからスタートする。これはもうすべて男性の方のみご理解いただければ、あの作者のランポさんに関してはもうそれでもう問題もうそれじゃもうない。なるほど、はい、それでもういいということですね。なるほどね。でその向こう先はもう女性のお客さんはもう完全無視という形で。あ、なるほどね。てかマトさんとお揃い、なんですか、どこですか、ジャケット。あ、オセロじゃないですかそれ。だって今モニター見たらなんかマトさんと同じに見えるよ。オセロじゃないですか。 色違い色違いですね、多分ね。ね、すごいね、オスロだったりね。ほんとだ。ペアルックが。ちょっと、あれですよ。約束したんじゃない？ランポさん、あれですよ。すね、ほんと。約束したんじゃない？ややこしいことやめてくださいよ。愛のペアルックって言われてる。すごい、すごい。ということで、女性の方はごめんなさいということで。マトさんとテンポイント師匠、どうか味方してくださいねということで、わかりました。この会場は女性が周りに多いので、私は一人ぼっちにしないでくださいね。前振りがすごいな。もう20年以上前の話になりますが、友達と飲みに行った後に、まあその場のノリで、いわゆる、アワランドアワランドですね。これ、アワランド、ね。なるほどね。まあアワランドっていうかあれですね。要は俗に石鹸島ですよね。そういう言い方するんだ。僕はよく石鹸島って言ってましたね。言えないけど。僕はよく。番組では。僕はよくね。僕あれですよ。そういうとこ行ったことないんですよ。慌ててそうなって。いや僕これは本当に行ったことないです。僕お店に行ったことはないんですよ。接待でホテルになんかそういう方が来たことあったんですけど、あのお店にはお店には行ったことないんですよ。接待ってすごいね。はい。まあ石鹸島ですよね。石鹸島に初めて行った時の話です。うん、ああなるほどね。フロントのおじさんに、今20代の綺麗な細身の若い子いる？と聞くと。いるいる、若くて綺麗な子今いるよ、ということで入ってみたんですが、暗がりの部屋の中にいたのはどう見てもうちの母親と同じ年齢とも思われる三段腹の太った女性でした。騙されたと思ったのですが、その頃まだまだウブだった私は、何の文句も言えませんでした。結局することはしちゃったのですが、アワランド系のお店で、フロントのおじさんを疑いなく信じてしまった自分は本当世間知らずのバカだったと回想する次第であります。なるほどね。さてさて、それでは早速作品を発表したいと思うのですが、先週の放送でも指摘されたことはではありますが、私の作品は前振りがやたら長い割には作品がそのまんまという、川柳にひねりがないものばかりであります。
そのひねりのなさをマトさんに指摘された衝撃は、例えるなら私の椅子の変な座り方で、私が実は地持ちだとキャバクラの姉ちゃんにキャバクラのお姉ちゃんに気づかれた時に、同じ衝撃でございました。マトさんには、気づかれていたのですね。ということで今日もひねりはないと思われます。ご了承くださいませということで。ああ面白い。気づかれたってややこしいな。さ あそれではいきましょう。あ、それではいきます。それでこの作品か。それではいきます。なんだっけ、名前なんだっけ。騙された若い時のランポさんから頂きます。さあそれではいきましょう。今週の一撃でございます。それではいきます。それでは、作品こちら、アワランド。おばさん来たらそれ外れ。そのまんまですよ。そのまんまですよ。まるっきりそのまんまですよ。前切りの方が面白い。もうね、本当にね、おかしい。もうね、こういろんなとそのね、一個の作品、それも一個だけです。これ一個だけですからね。これ一個の中の前振りの中で、あなた何個の告白をしたか、これ。そう、続々と出てきた。続々と出ましたからね。することはしただのね。そう。まあまあその前にあの20代で綺麗な細身の若い子いるって聞いてましたからね。そう、この今で分かっちゃった。最後はもう自分が地持ちだったっていうことまで言ってますからね。ことまで。あ、ね、すごいすごい。ということで、はい、まあランポさんこれ1個しかないので、そうですね、これ前振りにね、前振り王って出て。おめでとうございます。ギネマンさん、おめでとうございます。面白かった。師匠も同罪に見えるって。そうですね。もうね、全部ポイントさん、まさか知らないけど一緒にくくられてるよね。なんかあれだよね、あの作品にこうやってさ名前出されるとさ、なんか本当ごめんなさいってこっちが謝りたくなるよね。俺たちは何も悪くないんで、俺とかテンポイントって何も悪くないんだけど。というわけで、本日の作品つつがなくご紹介させてもらいました。番組のエンディングで本日の歌丸キング、後ほど発表したいと思います。乞うご期待ということで、本日もありがとうございました。目指せ歌丸、それでは終了。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、疲れた。力入ってたもん。ちょっと喋っててくださいね。ちょっと喋ってください。今ちょっと業務連絡入れますんで。あ、はい、わかりました。はい、うん、よく笑いました。あ、面白い。面白いね。うん、え、心なんか後半までに作るって言ってたじゃない。いやちょっともう一個作りますからとか言っちゃってさ。え、ちょっと待って、だってなんかもういっぱい、お腹いっぱいじゃない。確かに。まあね、このみんなの作品の後ってもう完璧にやりにくいよね。うん、やりにくい。だって面白いんだもん、みんな。確かに。さあ、はい、いきますか。はい。それでは、次のコーナー、行ってみたいと思います。今日はあの、パワープレイの方お休みということで、はい。時間の方もあるので、はい、続きましてのコーナー、こちらでございます。竹下星占い。さあ、というわけで竹下星占いです。週末の運勢どんな感じなんでしょうか。2つご紹介しますからね。で、本日の担当の方でしょう、この方です。出てこちら担当者。担当さん、はい、こんばんは。こんばんは。いきますよ。はい、名前誰。頑張ってね。マリンです。あ、どうもよろしくお願いします。もうね、言っていい？何？
あのね、うん、ランポさんの前振り、息切れしてたね。オフィシャルスポンサーインフォメーションの原稿よりも長いよ。さあ、それでは、はい、マリンさん。はい。今日、はい、あれですからね。占い師さんなんですけど、ジノフェルさんの方の占いの方、はい、読んでもらいますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マリンさん、なんか変なこと言ってましたよね、さっきね。なんだっけ。何がですか。なんだっけ。で、手花は、そう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 。え、ああ、はいはいはい。マリン、マリンの、マリンだとは言ってないんだけど、ね。マリンの周りの人は結構手花とかするんですか。いやー、はい、初めて拝見したのはその方ですよ。やっぱりそうですよね。なるほどね、わかりました、はい、よかったです。そんなやっぱりね、その場所によって結構手花が普通っていうかもあるのかな。ないですないです。ないですか。まあ、あのさっきも言った通り、まああれですからね、おしのさんはお風呂でしたことがある。さあ、それでは、よろしくお願いします。はい、この竹下星占いではジノフェイラさんによる各星座の今日から1週間の運勢について、運気が最高の1位の星座と、ちょっと運気が落ち込み気味の最下位の星座をお届けします。はい、それでは今週4月21日から4月27日までの1位の星座の発表です。いきますか。はい、さあ、それでは行きましょう。今週最も運勢のいい星座は一体何なんでしょうか。それは発表でございます。それでは行くよ。それでは今週最もいい星座はこちら。はい、今週最も勢いのある星座は牡牛座さんです。おお、おうし座さんですね。はい、はい、はい、はい。誰かいるかな。私です。あ、おめでとう。はい、よかったね。え、そうなの。ありがとうございます。おうし座さんっていうと5月ぐらいかな。5月ですね。ですよね。はい、なんかちょっと尺だな。ありがとうございます。ね、いいな。すごいね、自分のね。ね、なんか、ありがとうございます。ちょっとなんかなんか嫉妬心が芽生えるな。そう、意味わかんないね。わかんないよね。手花マスターとか言われて、手花マスターに言われたくないみたいな。ちょっとやめてくださいよ。あいたらそれになっちゃうよ。マリンちゃんじゃないのに。まあね、マリンちゃんじゃないのね。まあいい、じゃあお、なんか牡牛さんどうぞ。はい、はい、週の後半にかけて運気が上昇していきます。はい、それまでに今年1年の出来事や成果などを見直してみて、次は何をしたらいいかというプランを立てられると丸、うん、お仕事面でもやる気がアップしそうな予感。お、気持ちよく仕事も順調に進んでいきそうですが、些細なミスにはご注意が必要、うん、大きな目標を立てられるのも吉。目標が明確であればあるほど、そのことに協力してくれる人や援助してくれる人も現れそうです。援助交際か。ちょっと違うと思いますけど、はい、恋愛面ではカップルさんは親密に過ごせそうな時期ではありますが、お相手の方が目の届かないところにおられると少々不安がよぎり、詮索してしまいがちに。お相手の方を信頼されることが大事になりそうです。シングルさんは注目度が上がっていきそうな予感が。恋の予感もありますが、舞い上がりすぎないように注意も必要です。特に周囲に人がいる場での振る舞いは意識して過ごされてください。幸運の鍵は日記。インターネットの SNS などの日記でも丸。日々のことを振り返る、記録することで幸運が呼び込めそうです。以上ですか。はい、
大内田さん、テンポイント師匠も大内田さんで、ガズモも大内田さんなんですね。いや、おひつじ座さんなんですよ。あれ、あ、ごめん、おひつじ座さんって書いてた。おひつじ座さんですよ。あ、すみません、おひつじ座さんじゃないです。はい、おひつじ座さんじゃないですね。はい、おひつじ座さんですね。はい、ここいないですね、じゃあね。ないないですね。なるほどね。で、ごめんなさいね、カメラアップしてもらったんですけど違うらしいです。またカメラさんも一回アップになってすぐ離れてったね、今ね。はい、まずランボさんアップになったし。そうだね、全然違います。師匠とランボさんはね、違いますよね。交互にね。なるほど。まあまあまあ、マリンですからね。まあ良かったですね。そう、マリンちゃん。はい、さあ、じゃあ今週最も注意しなければならない、お金玉浴びた感じだって、最下位いきましょうか。はい、はい、今週ちょっと運気が落ち込み気味な星座は発表します。それでは行きましょう。今週最も注意しなきゃならない落ち込み気味の星座は一体何なんでしょうか。はい、それでは発表でございます。どうぞ。はい、残念、魚座さんです。ああ、魚座さん、残念。魚座さん、魚座さんいますか。魚座さん、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 魚座さんいませんか、いませんか。魚魚だ、魚魚って大丈夫ですか。魚魚って書いてあげた。あうって書いてます。あ、ひょっとしてジュゴンさん。あ、そうだよ、ジュゴンさん魚座だよ。魚座なんだ。うん、埴輪だけど、埴輪だけど、埴輪だけど、魚座だよ。あ、じゃあジュゴンさんしっかり聞いてくださいね。気をつけなきゃ。じゃあ、うん、ね、聞いてね。じゃあどうぞ。はい、やる気はあるのに気分が乗らず三日坊主になってしまうといったことが起こりやすい時期です。うん、興味を惹かれるものはいろいろと出てくるとは思いますが、ここは焦点を絞って一つのものに集中されて取り組まれた方がベスト。うん、すぐには成果が現れないかもしれませんが、コツコツと積み重ねの時期なんだと、いつか来る実りのことを思い、今は知識と経験を積み重ねられてください。粘ることが全てにおいて鍵になりそうです。恋愛面ではカップルさんはお相手の方の態度にイライラしてしまいそう。どっちつかずだったり優柔不断な態度だと特にイライラが募りそうです。そういう時はこちら側が仕方ないなぁと諦める方が得策のようです。シングルさんはまあいいかというような妥協は禁物です。軽い気持ちで乗り手といった形でお付き合いしてしまうと、後々腐れ縁的な関係になってしまいそう。はい、幸運の鍵はシルバーアクセサリー。特に貝のモチーフやイルカのモチーフといったような海に関係したもので、そのようなものがあればぜひ身につけてください。運気アップの効果がかなり期待できそうです。こんな感じです。なるほどね。はい、これでもあれですね、最近僕の水がめ座は出てこないですね。僕の水がめ座が僕の水がめ座、うん、結構強かったな。あ、そう、結構なんかこの星座出てきないなっていうのありますかね。うん、どうなの、最近なんかパッタリなんだけどみたいな。これ水がめ座相当続いて、多分3、4週、いや、もっとかな、結構来てませんね。私なんか自分の星座出たのって代打になって初めてでしたからね、先週。ああ、そうなんだ。あ、うん、あ、じゃあやっぱり結構そういうのあるね。うん、カニ座出てこない。ああ、そういえば、あ、そうかも。うんうん、なるほどね。カニか、カニの絵見てないよね、あんまり。手花マスターは今日あれだよね。ちょっと待って、手花、でもね、違うけど、手花マスターは本当におしのはんだよ。あ、おしのさんだよね、ごめんごめん。それもちょっとなくて、ごめんごめん、間違えた。ネタを提供したのは、ネタを提供したのがマリンだから、ね、うんうんうん、そうだよね、はい、あれですか、今週1週間いいらしいですよ。
いらしいですね。頑張ってね。頑張ります。うん、ということで。すごい3人のショット。何なんだろう、その3人のショット。なんでこの。何なのそれ。どうしてなの。カメラマンの意図が分かんないよね、それ。手放しましたの。それは何、それは何、手放した手を振ってるの。何なの。手放した手を振ってんのかな。何なの。何なの、その3人は。ということで、じゃあ、バリン最後、締めてください。はい。今週の竹下星占いは以上です。あなたのもとに、たくさんの幸せと星の奇跡が降り注ぎますよう、ジュノフェイラさんからの心からの祈りを込めて、あなたの一週間が、マリンマリンでありますように。マリンマリンって何ですか。かわいい、ブルンブルンみたいな感じですよね。そんなことないよ、全然。以上、マリンでした。竹下星占い、ありがとうございました。マリンマリンでありますよ。うんうん。そうね、ボインボインみたいな感じですよね、なんかね。死語じゃないだって、いや、ディレクターが言ったロゴを読んだだけで、俺が発した言葉はこれ読んだだけだからね。俺の引き出しを出したわけじゃないですからね。言いたかった。俺はブルンブルンとかの方ですからね。うん、それはアリン先輩ですよね。さあ行きましょう。それでは最後のコーナーです。行きますからね。それでは行きましょう。最後のコーナー、こちらでございます。今週のラッキーパネル。さあ行きましょう。このコーナーが来たらもうすぐ番組が終わりだよっていう合図ですからね。最後の力を振り絞って、意識が遠のいている頭を呼び覚ましてしっかり答えてくださいね。頑張ってね。映像の方はユーストリームの方にだけ出ます。会場に来ているお客様はユーストリームの方の画面の方を見てお答えください。観覧席の皆さんはローカルチャット、そして、チャットブースの方、ユーストリームの方はユーストリームのチャットブースの方にログで打ってください。一体この画像が何なのか、特殊なエフェクトがかかってます。徐々にそれが薄れてきます。そして一体これが何の画像なのか分かった方はそれを答えてください。お手つき OK です。先に分かった方が素敵な商品をもらえます。えへへということですね。さあということで、僕じゃあユーストリーム側見てますんで、はい、お二人は観覧席側をよろしくお願いします。この言葉にぴったりな方じゃなきゃいけないのかな。類似するものでも構いません。あ、はい、わかりました。さあ、それでは準備の方はよろしいでしょうか。それでは、あ、どっちだっけ、私たちどっち、私たちユーストリーム、僕ユーストリーム、はい、僕ユーストリーム、大丈夫、はい、大丈夫、はい、大丈夫、はい、しっかり、はいよ。そんなこと言ったら手放マスターと呼ばれるよ。なんでやねん。さあ、それでは行きます。それではラッキーパネルスタート。さあさあ、こいこい。さあさあ、こいこい。なんじゃこれ。来た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 。ああ、来たよ。綺麗だな。ニトリ、違います。ニトリ。なんで。手放マスター違います。違う違う。え、会場の人なんか言って。会場の皆さん。会場の皆さん、なんか言ってくださいよ。考えてんじゃない。誰も言わない、何にも。わあ、早いなー、これもうやばいんじゃない、ちょっと。え、本当に。こんなの映していいの。四国違います。キューピー違います。キャベツ違います。あ、違います。カニコロッケ違います。あー、もう分かっちゃうかも、はい、あー、分かっちゃうかも、これ。あー、大丈夫かな、これ。次行ったら分かってるのか。うずら、違います。あー、怖い。危ない危ない。出そうで出ないね、これもう。カリフラワー違います。エロビデオ見てるみたいに違う。目をほ、あー、もうこれ違います。やばい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 ですね。出そうでね。出そうですね。でも苦戦してる。いやー、でもこれもう出るよ。もう出ますよ。透明の天ぷら違います。もう出ますよ、これ多分。食べたいな。もう出ますよ。食べた。もう出ますよ、これ。もう出て。もう次出るでしょ、これ。パンダさんの指。パンダさんの指。違います。ああ、やばい。
もうこれ出るでしょ。カタツムール。カタツムール。うん、いいの？カタツムールって何それ？ちゃんと言って。カタツムリ。決まりですね。はい。誰？カタツムリ。でも、その前にカタツムールってシンさんが言ってるんだけど。シンさんが言ってカタツムールって。どっちにカタツムール？カタツムールでいきますか？シンさんオッケーって。シンさんオッケー。シンさんが正解。おめでとうございます。なるほど、タイプミスのみなしオッケーです。なるほどね。はい。よし、わかりました。やりました。カタツムール。冗談かと思った。受け狙ってるのかと思った。そうそうそう。ちょっと外して可愛いとかでも。さあということで、うわーえぐいっすね、カタツムリってこうやって見ると。あー本当だ。結構えぐいっすね。これ何やってんですか、これカタツムリ二人は。ああ。接吻ですか。どうなんでしょうね。あえてカップルではなくアベックと言ってみたいってディレクターが言ってますよ。アベックね。あ、イチャついてるんだって。イチャついてるんですよこれ。ああなるほどね。まあ俗に濡れ場ってやつですね。濡れ場ね。そうね。はい、今、ぬるばって聞こえた。それね、なんか、ぬるとかねっちょりとかそんなんでもう言わないやめようよ。なんか、だってなんかね。あ、なるほど。それっぽい話。さあ、というわけで、正解しましたしんさんには何が送られるんでしょうか。それではよろしく。はい。はい。月のワグマヘアスタイルから、はい、新作のシューズのうち、うん、お好きなものをプレゼント。あ、いいね。おめでとうございます。ありがとうございます。いいね。ねえ。さあというわけで、本日のこちらラッキーパネル正解者はしんさん、そしてプレゼントの方は月のワグマより提供されました。というわけで今週のラッキーパネル以上です。お疲れ様、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、なんか今日の番組パワー使ったな。そして喋りすぎたな。すごいよく言って。すごい頑張ってた。すごい頑張ってた。頑張ってた。すごい。すごい自分のこと言ってた。面白かった。そうね。うん、ということで、皆さんお疲れ様でございました。やっとエンディングでーす。はい。さあというわけでいかがだったでしょうか。竹下ジェットシティ、時間がちょっと今日はあるなと思って喋りすぎたら2時になっちゃいました。ごめんなさい。本当だ。本当だね。ありがとうございます、ね、本日のラッキーパネじゃねえや、本日の歌丸キング歌丸なんてえ？歌丸キング歌にもなるんだよ。さあそれではですね、今日やりました目指せ歌丸の作品の中で、最も優れた作品、そこに与えられる歌丸キング一体誰になるんでしょうか。それではちょっと待ってくださいね。はい、うん、うん、これですね。さあそれでは決まりました、はい、さあそれでは発表したいと思います。それでは行きましょう。それでは発表します。さあ本日の歌丸キング最も優れた作品はこの作品です。なんとなく店がちょっと斜め気味ということで10ポイント視聴おめでとうございます。これはちょっとプッてきましたよね。10ポイント視聴です。10ポイント視聴には賞金の方が授与されます。おめでとうございます。師匠、なんか久しぶりじゃないですか、ひょっとして。久しぶりかも。結構ハードル上がりましたからね。なんか、師匠映すぎ
ランポさんの方なんでランポさん、あ、ランポさん寄りの腰にランポさん寄りでテンポイントしようなんですか。ランポさんカメラの方を押してしまう今日でもあれですよ、レベル高かったですよね。高いですね、はい。まあ、果たして今日レベル高かったですねって、この作品の系列で言われるのが皆さんが納得してるかどうかっていうのは別ですけど、ええ、今日はあのレベル高かったなと思います、ということでありがとうございます、ありがとうございます。急遽決まりましたけども明日、22時よりそうですね、10時から、はい、10時からになりますけども、メガリズシティのセントラルパーク、こちらの方ですね、はい、お花見お花見といってもアバターがお酒を飲むんではなくて、アバターはそこに置いといてリアルで酒を飲むと、はい、いうことです。ボイスができる方は常時ボイスオン、はい、そしてチャットの方はいつもよりチャットを打ってください、はい、ということで、リアルでお酒を持ってパソコンの前に集合でございます。はい、なお正式な開会時刻は22時ですけども、その前から飲むのは結構でございますので。もう今日ですよ。そうですよ。はい、もう今日ですから。今日です。はい、あ、ごめんなさいね。22日、今日月曜日。あ、じゃあ土曜日。土曜日、土曜日。大丈夫。もう土曜日、土曜日。土曜日、土曜日。土曜日、土曜日。そう、土曜日の、土曜の夜よ。土曜の夜よ。そうそう、夜よ。夜よって。ということで、今日いかがだったでしょうか、栗山さん。ああ、うん、なんかね、マトさんの知らない一面がいろいろ分かってよかったです。あ、なるほどね。うん、暴かれたって感じでよかったです。どの部分かってすごく気になりますけど。まあ、いろいろね。何をいろいろ喋ったかよく覚えてないっていう。ああ、よかったよかった。所さん、いかがだったでしょうか。楽しいですね。なんか、あれですね、歌丸って自分のことを素直にこう言っちゃった方が面白いですね。そうですよ。なんでしょうね。分かったでしょ、気取らない方がいいって分かったでしょ。うん、分かった。なんか春の風が吹いてドッタラコトラとか作品作ってる自分が嫌になったでしょ。なんか素敵なことを考えてる。考え、そうでしょ。とっても無駄って分かった。なんとかかんとか春うららとか、なんかもうそんなのなんかバカ野郎とか思ったでしょ自分で。うん、バカ野郎。そんなことを返すと自分が恥ずかしいでしょ。分かったでしょ、大体ね。ラインがやっぱりみんなが乗ってるレールはね、そのレールじゃないんですよ。うん、だからそうそう、みんなと一緒の列車に乗ろうよ。ちゃんとね。時々すごい乗って脱線してるじゃないですか。まあまあ、それなんかあれですよね。脱線してる、交通事故的な感じですよね。まあでも、とりあえずは、歌丸の方も、皆さんの作品が非常にレベルアップしてるんで。思わず時間を忘れてしまいそうになりますけど、来週は反省して頑張ろうかなと思っております。さあ、それではですね、ランポさんみたいに体張ろうよ。そうね、体張りますよ。見習わないとね、ランポさんをね。みーさん、ちょっと避けたい。それあ、避けたいですか。大丈夫ですよ。間口は大きく開かれてますからね、大丈夫です。恐れずに続けてください。みーさんも頑張ろう。さあ、それではですね、最後になりましたけども、これもお二人に対する、こう、ちょっとお二人もなんかこう、ちょっと危機感をこう感じてもらいたいなと思いまして。え、私たち？え、お二人に。うん、番組の最後なんで、今日の締めの一言をいただきたいと思います。今日の番組を通して、自分の中で、締めの一言を短めにスポンってやってみます。いいですか？いいですね。わかりました。全然良くない。いいですね。いきますよ。どっちに振るか、どっちに振るかわかりませんかね。どっちか一人ですから。ないいですか。はい。それではいきます。それでは本日の締めの一言いきます。それではこの方です。それではいきましょう。クリオネさん、3、2、1、どうぞ。皆さんまた来週もお楽しみに。そうじゃないんだなぁ。なんか今日のこと？そうじゃないんだな。もうちょっとこう、なんか、センセーショナルな一言が欲しいですね。もうそれは最後に言うからね。寝不足じゃないときに。そんななんかこう、なんか、なんちゃらかんちゃらで、こんちゃらこんちゃらですって言わなくても、なんか、バシッとね。じゃあ、例を示して。じゃあ、ココロさんの人。ココロさんも普通にもう一本吹きますからね。うんうんうん。はい、ちょっと待って、何を。もう今まさになんか心の中にあるものです。今日の心の中にある、頭の中にあるものですからね。それでは行きますよ、ココロさん。行きますからね。今日の締めの一言、それでいきます。3、2、1、どうぞ。
眠い。はい、そうね。そういう感じだと。まあ、どちらかとそういう寄りでもいいです。ということで皆さんどうもありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。お相手は私、マトとこの方です。はい、クリと。そして、心でした。ありがとうございました。それでは皆さんおやすみなさい。Thank you for boarding and season journey. 明日の花見でお会いしましょう。バイバイ。